英雄を倒した男、デーブ・レダック。カナダを飛び出し、遊牧民さながらに世界を放浪。現在はタイ・プーケットに拠点を置き、戦うことで生活をする。2016年8月ラウェー初参戦、そして12月のビッグマッチにおいてミャンマーの英雄トゥン・トゥン・ミンを撃破した。さらに英雄撃破の2日後には超美人のスーパーモデルイリーナと結婚式。まさに今が人生の絶頂期。ミャンマーの威信をかけレダック狩りに立候補。なぜか微笑む謎のラウェー戦士ポーケー。微笑む激闘派は自信ある。ミャンマーの英雄の仇は俺が取る。ポーケー VS デーブ・レダック。お父さんは空手の経験もあって日本でも修行したことがあるっていうのは。そうですか。どちらの流派だったんですかね。ちょっとそこまではあれなんですけど、わからないですけど、すごい日本の武道にちょっと日本の武道は憧れで、この選手も日本で試合したいってずっと言ったそうですか。軽量 700g オーバーとなりました。しかしながらポーケー選手およびミャンマーサイドが承諾をしたため、試合の開催についての条件が成立いたしました。よって本試合が行われることとなります。さて、この試合は 80kg 契約ですが、デイブ・レダックが 700g オーバーですか。はいはい、ミャンマーこのラウェーではこういうのよくあるんですか。ありますね。ポーケーも前行った時はポーケーが逆にオーバーしてまして、あ、これでいいかって交渉してきたぐらいなんで、はい、もうポーケーは慣れてます。あ、そうですか。自分もオーバーよくする選手だと思います。まあ、寛容なんですね、その辺はね。そうですね。特にペナルティはないんですかね。そうでしょうね。まあ、戦って決めようってことですよね。はい、80kg 契約3分5ラウンド、ミャンマーのポーケー、そしてカナダのデーブ・レダックの一戦が行われます。しかしレダックも相当バカで踏んでますよね。はい、ただあんまり最近の選手、最近の人たちは知らないと思うんですけど、はい、ポーケも2010年あたりはもうトップの選手たちとトップ争いをしてたすごい有名な選手なので。そうですか。実はすごい強い選手なんですよ。ただ自分の強い部分と弱い部分がはっきりしてて、パンチはめちゃくちゃ強いんですけど、はい、組むとすごい弱かったり、はい、パワーはすごいですね。そうなんですね。日本から行った選手が下唇貫通しちゃって、パンチで。何で貫通しました。パンチで穴が開いちゃったんですよ、口の下に。そうですか。はい、皮膚を全部。これは奥さんですね。リング下にはデーブ・レダックの奥様、まあ、最近結婚されたばかりだと聞いておりますが、その戦いの様子を見届けます。さあ、試合が始まりました。第1ラウンド開始です。青いトランクスがデーブ・レダック、赤いトランクスがポーケーです。わあ、ハイキック、サイドキックのような形です。今のキックどうですか、サモカさん。そうですね、あんまりミャンマーの選手こういう蹴り蹴らないんで、はい、慣れてないんでしょうね、多分。はい、顎を振ってしまいましたね。いやー、リーチ差がありますからね。これちょっと離れて戦いたいですかね、レダックは。どうですか。そうですね、どんどん多分フックで突っ込んでくると思うんで、はい、首相撲、はいはい、リーチ生かしたいですよね。前切れです。ここで距離を取って戦います。距離を取ります、レダック。お、打ってこいというアピールです。ポーケー経験豊富な選手なんで、多少のことじゃびっくりしないですよ、はい、憧れの日本での試合となりました。あ、首相撲。しかしカナダ人選手でここまでの
実戦経験がある選手はなかなかいないんじゃないですか、はい、そうですね、前回のオーストラリア人とか強い選手多いんですよね、タイ以外でも。蹴り足を掴みました。レイダックです。際からバックイン、ダウン、これはモロに入った。立てるか、タイム、オーケー、取れるか、あ、タイムです。モロに入りました。いや、寒川さん、はい、これは強烈ですね。そうですね、レダックのバックヒジがモロに入った。2分間で果たして回復できるのか、ポーケー。あんまりポーケーが倒れるっていうのを聞いたことないんで。そうですか、はい、すごいタフな選手なんですけど、テンプルにモロに入りましたよ。コーナーまで戻れませんもんね。使用した選手はダウンが1、すごい。サモカさん、いかがですか、このバックヒジ。いや、今もらってから少し時間ありましたね。立ったまま失神してたみたいな。そうですか、はい、いや、ポーケーコーナーに戻れませんからね。あ、そうですね、2分じゃダメかもしれないですね。まあ、パンチは強いと言われているこのポーケーでありますが、いや、しかしデーブレダックのこのバックヒジが見事でありました。あ、勝ちましたか。勝ちましたよ。勝ちましたね。まあ、意識が戻れば絶対立ちますから、メンマ人は。ただやっぱ少し試合から離れていると思うんで、全盛期ほどはやってないと思うんで、1回のタイムを取りましたレダックです。失礼、ポーケーです。こちら先ほどの肘を命中させましたデーブ・レダック、現在のラウェイ無差別級チャンピオンです。あのトントンミンを昨年の12月に下しました。これは寒川さん、すごいことなんですよね。いや、まあ、自分トントンミンの強さを後で感じてますから、はい、どんな形であれ勝つっていうのはすごいことです、はい、第1ラウンド残り1分19秒より再開となります。今日は新妻を伴っての参戦となりましたデーブ・レダックです。回復しましたか、ポーケーは。まあ、回復完全にはしてないと思うんですけど、はい、まあ、行ってほしいですよね、ここで。再開です。まだ1分以上時間があります。距離を詰めてくるレダック、あー、首相撲から膝、膝、あー、ダウン、ダウン、これはどうだ。んダウンではないのか。ダウンではないようです。このあたりちょっとよく分かりませんね。もうミャンマーですぐ立ち上がるとダウンならない時がよくあるんですよ、ね、そうなんですか、はい、いわゆるフラッシュダウンと取られるんですね。そうですね、はい、あーと、これはどうだ、足に来てますかね、寒川さん。そうですね、もう完全に効いてはいます、足に来てるようです。まだ立っています。オーケー、いやー、ジャブ連打、ジャブで効いちゃってます。残りが30秒です。残りが30秒です。レダック仕留めに行くのか。サイドキック、まあ、なかなかフックだと届かないですよね、やっぱりリーチがあるんで、はい、ストレート、ダウン、これはどうだ。これはもうちょっと厳しいですね。うわ、落ちましたか。足に来てます。いや、これ足に心配ですけど、やらせますね、これ。やりますか。続行です、続行です。あと1回のダウンで負けになります、ポーケー。ここでゴング、ゴングに救われました。いやー、しかしすごい試合です、寒川さん。はい、まあ、劣勢でもやっぱミャンマー人の強さですよね、これが、はい、はい、勝ちましたね。これは先ほどのバックイチです。いや、普通はもう終わりですよね、これで試合がね。これで普通は KO 負けですよね、はい、キックボクシングの感覚ですともうおしまいだと思うんですが。しかし改めて寒川さん、とんでもないこの
格闘技戦いに鴨川さんも過去挑んだんですね。そうですね、まあ、正直不安もあるんですけど、はい、終わった後の達成感はもうこれ以上ないですから、ね、そうですね、やっぱ憧れですよね、やっぱもう強い男の象徴と言われている意味、まあ、ダウンという形でダウンが取られるということになります。そういった部分も加味してご覧いただくとさらに面白いなと思います。先ほどの、まあ、ダウンはこれダウンではないという説明が場内にありました。あくまでもレフリーがダウンと取らなければならない。そうですね、レフリーが取らないところもダウンではない、はいはい、まあ、気持ちが折れてないですぐ立ち上がれば、はい、あ、まだ全然大丈夫だなっていう、もうそういう、その辺はもうレフェリーの判断ですよ。ついあの我々もキックボクシングの基準で見てしまうんですけど、はいはい、同じ基準ではないということですね。まだやっぱ競技になりきれてない部分があるんでしょうね、はい、まあ、そこがミャンマーレーの魅力でもあると思うんで、あ、まあ、日本の国技大相撲もそうですが、ある程度呼吸というのがね、はい、あります。さて、第2ラウンドを迎えます。しかし、まあ、攻めているレタックの方としてはちょっと嫌になるところもあるでしょうね。そうですね、判定があるだけ怖いですよね、早く仕留めないと。前蹴りです、リーチ差があります。左フックダウン、持ち上がります。これもダウンじゃないですね、ダウンでは左、ファジンジャブが当たってます。レタックジャブフォークを背にしている。フォーケーコーナーに詰める、非常に下がります。いや、気持ち強いですね、フォーケー。レタック参ります、前蹴り捕まえるか、おっとこれはダウンではありません。立ち上がります、何度も立ち上がります。おお、我慢比べです。あ、捕まえました。ただあんまり強くないですよ、はい、あー、膝ダウン、これはここもすぐ立ち上がります。ダウンではありません、はい、ダメージも相当あると思いますが、反応します。左、あーっと首相撲です。少し足に来てますか。わー、いい、右、あー、これはどうだ、右ストレート、これはダウンです。ダウンです、ダウンです。ようやくダウンを取られました。続行です。このラウンド最初のダウンです。あと1回のダウンで負けになります。おっとバックスピンを見せます。試合中合計4回のダウンで負けです。これはダウンではありません。あと1回のダウンで負けになります。さっきよりフォーケーの距離に入ってきましたよね。あ、そうですね、パンチが当たる可能性もありますよね、はい、これレダックスが大きいですよね、はい、お足ダメージがあります、残りがもう40秒切ろうとしています。次、バックイージ、こういうとこチャンスです。さあ近い距離です。試合したダウン、これで試合終了。ダウンでもないのか。いや、最後までカウンター取るんですよね。あー、試合終了です。試合終了、4回のダウン、テクニカルノックアウト。いや、しかし強いですね。ゾンビのように立ち上がってきましたフォーケーです。ちょっとレダックもこれ怖くなりますね、はい、まあ、トップでやってた選手さすがですよね、いや、気持ちの強さを見ました。第2ラウンド2分32秒デイブレダック選手のノックアウト勝利となります。左フック、これでもすぐ立ったんですよね。そうですね、いや、すごい精神力です。ただいまの試合のプレゼンターを最後膝です。一発目想像するに左フックなんかはもう素手なんですけど、寒川さん、はい、これ衝撃としてはどんなもんでしょうね。
いやまあリーチがあるんでなんか刺さるような肘もパンチも金メダルが授与されます。そういう攻撃ですよね、はい、遠くから、はい、そしてコーケー選手には銀メダルが授与されます、勝ったレダックには金メダル、そして敗れたコーケーには銀メダル。あしかしこのレダックがコーケーの手を挙げます。大きな拍手が巻き起こっています。こちらの勝敗の問題を同じく見ていただきます。ミャンマーラウェイの国技のチャンピオンが今海外に渡ってるってことですもんね。そうですね、はい、おめでとうございます。記念すべき勝敗を手にしたデイブ・レダック選手、今一度大きな拍手をお送りください。いやしかしレダックも経験も積んでますし、はい、いやさすがですね、この辺りは無差別級チャンピオン。そうですね、はい、そしてこの試合を勇気を持って成し遂げました誇り高き両選手に盛大な拍手をお送りください。2人が並んで撮影、この記念撮影に収まります。しかし後楽園のお客さんも敗れたこのポーケーに対して大きな拍手です、はい。まあ、波の選手だったらもう1回目のダウンで終わってたかなと思います、はいはい。まあ、このあたりが、ね、波の選手ではない、波の格闘技ではありません、地上最も過激な格闘技、ポーケーもですからこれまで50試合ぐらいやってますか、はい。まあ、非公式合わせたらもっとやってるんじゃないですかね、多分。はい、勝利のヤイダンス、デーブ・レダック、今日は愛妻の見守る前で見事ノックアウト勝利です。